ねえ、遺産のことだけど。またその話か。だからまだ詳しいことは。あんたは遺産放棄して。は、何を言ってるのだろうか。そんなこと言ったって、お父さんが残した遺産なんて実家と別荘くらいよ。実家も別荘も私のもの。どっちも売ってやるわ。だから遺産放棄して。姉はものすごい剣幕で怒鳴ってきた。まったくどこまでがめついのか。ねえ、どうなの？早く答えなさいよ。私は少し黙った後に答えた。喜んで。私の名前は舞。これはお金にがめつい姉夫婦と私のバトルのお話。私の父は銀行員で、それなりのポジションにいたから給料が結構良かった。そしてバブル期にはかなり稼いでいたようで、その時に父は別荘を購入。車で2時間ほどの距離だったので、週末に遊びに行ったり、夏休みとかは何日か泊まった記憶もある。よし、みんなで釣りをしよう。一番多く釣れた人が勝ちだ。私も姉も父と釣りをするのが好きで、よくはしゃぎながら釣った数を競い合っていた。母はのんびりとしながらそれを眺めていた。みんなでバーベキューをして美味しいお肉を食べたりもしたな。家族でよく来たこの別荘には、そういったたくさんの思い出が詰まっている。中学の頃も高校の頃も、頻度は減りはしたものの、家族で遊びに来ていたし、大人になってからは私が車を運転して父と母を連れてきたこともある。その時に両親は、舞もここまで大きくなったのか、と感動して涙を流していたほどだ。これから私が結婚して子供ができたら、孫と別荘で一緒に遊んでもらったりとかするのも楽しそうだな。まだまだ思い出は一緒に作れる。そう思っていたのだが、母は私が27歳の時に病気で他界してしまった。そしてその3年後には父も母の後を追うようにして病で亡くなってしまった。父と母は本当に仲の良い夫婦だったから、きっと片方がいなくなったことでガタッと来てしまったのだろう。結局、ウェディングドレス姿も孫も見せられないまま終わってしまったな。私は20代のうちは結婚するつもりは全くなかった。仕事が大好きで、恋愛なんかよりも仕事に熱中していたからだ。30歳になったら婚活を始めて、32、3歳までに子供を産む。そういう人生プランだった。もう少し早く、あと3年早く結婚を考えていたら、母と父にウェディングドレス姿くらいは見せられたのに。後悔してもしきれなかった。一方で姉はというと母が亡くなる前に結婚。現在は6歳と4歳の2人の子供を持つ母親だ。しかし姉は思春期の頃に親と衝突しすぎたため、家族とあまり関わらなくなっていた。というのも姉が高校生の時、姉はタバコが見つかって停学になった。父も母も愛情があったゆえに厳しく叱ったのだが、それが逆に姉をこじらせてしまったようだ。姉はその後も夜遅くまで出歩いては、未成年なのに酔った状態で帰ってきたり、朝になるまで帰ってこないこともあった。悪い連中と絡んでいる噂もあり、親は余計に厳しく叱ったのだが、姉は反抗心むき出しで言うことを聞かない。小遣い稼ぎに援助交際をしていたことや、再度、タバコが見つかり、そして酒を飲んでいたところを補導されたりして、ついに高校を退学になった。母も父も姉のことにはものすごく手を焼いていて、よく疲れた顔をしていた。結局、姉は退学後に家を出て行き、その後結婚するまでほとんど音沙汰がない状態だった。しかも結婚の報告も、付き合いの薄い知り合いに送るような写真付きのハガキみたいなやつ。久しぶりに電話してきたかと思えば、子供が生まれたから出産祝いちょうだい、とのこと。かといって私や両親に子供を見せに実家に来るわけでもない。そんな状態だったので、
私は姉のことがどんどん嫌いになっていった。子供の頃はとても優しくていい人だったのに。だからこちらからは特に関わらないようにしていた。それなのに、あれは父が亡くなる1年ほど前のこと。持病が悪化してしまい、父は入院生活を送っていた。私は実家の近くに住んでいたので、よく面会に行っていた。父の容態はあまり良くなっていかないので、万が一のことがあったらと、私は姉に状況を報告。やっぱりいくら絶縁状態だとしても、亡くなってから知るというのは悲しいと思ったから。姉はその時病院まで車で20分程度の近い距離に住んでいたのだが、お見舞いには一度も来なかった。理由を聞くと、子供二人の世話で忙しいから、とのこと。本当にそうなのかはわからないが、せめて一度でもいいから顔を見せてあげてほしかった。私の代わりに孫の顔を見せてあげてほしかったし。だが父が亡くなった途端、姉は私にすり寄ってきた。それは父の葬儀の時だった。ねえねえ、お父さんの遺産ってどれくらいなの？え？私は耳を疑った。今は葬儀中だぞ。どうしてそんなことを不謹慎にも堂々と聞けるのか。姉の隣にいる旦那さんもこっちを見ている。姉の旦那は高級スーツを着てはいるものの、なんだかそれが似合っていなかった。姉曰く旦那さんは社長をしているとのことなのだが、なんというか成金のような感じがして仕方がない。見た目の柄も悪くて、まるで組の人のような感じだ。まだ詳しいことはわからないけど、きっとそんなに多くないと思うよ。無視をするのも疲れるので、ため息混じりに私は答えた。私は父の入院費を自分の収入から負担しようと思っていたのだが、父はそれを頑なに断った。そして自分の貯金から出していたのだ。だからそんなに遺産は多くないと思われる。姉夫婦は葬儀中も邪魔だった。子供たちが走り回るのは仕方ない。それも迷惑ではあったが、まだ幼いから。でも姉夫婦は私が親戚や葬儀場の人たちへの挨拶で忙しく動き回っているのに、だらだらとくつろいでいるだけ。しまいには姉は片付けもせずに、もう帰っていい。とあくびをしながら聞いてくるほど。さらには旦那さんが、おいおいまだ遺産について聞いてないだろ、と、またその話を持ち出したので私はカッとなってしまった。遺産の話はまだわからないって言いましたよね。もう話すことはないので帰ってもらえますか？旦那さんは舌打ちをし、姉も、はいはいわかったわよ、と言いながら帰っていった。まったく、どうしてこんな人になってしまったのか。私の親の育て方には問題はなかった。だって私は姉と同じように育てられてきた。特別扱いだって受けていない。家に帰るのが遅くなって、姉の時のように厳しく怒られたこともある。そして私は現在、まっとうに社会人として生きている。あんな風に理不尽な物言いや態度は取らない。姉は父が死んだからって悲しむわけでもなく、ただ遺産の話をするだけ。私は姉にかなり失望した。そして翌日、姉は電話をしてきてとんでもないことを言った。ねえ、遺産のことだけど。またその話か。だからまだ詳しいことは。あんたは遺産放棄して。は、何を言ってるのだろうか。まさか堂々とそんな要求をしてくるなんて。そんなこと言ったって、お父さんが残した遺産なんて実家と別荘くらいよ。貯金はほとんどないようなこと言っていたし。じゃあ、なおさらよ。こっちは子供二人もいてあんたは独身でしょ。実家も別荘も私のもの。どっちも売ってやるわ。だから遺産放棄して。姉はものすごい剣幕で怒鳴ってきた。まったくどこまでがめついのか。とはいえ、
私が両方を手にしたところで手に余る。実家は古い上に一人で住むのには広すぎるし、別荘だってそうだ。仕事が忙しいから行く暇もない。姉だってきっと同じなので、それなら早くに誰かに売ってもらって、新しい家族が思い出を作る場所にしてほしい。ねえ、どうなの？早く答えなさいよ。私は少し黙った後に答えた。喜んで。だがその代わりにある条件をつけたのだ。遺産を放棄する代わりに、私は一生お姉ちゃんたちのことを手助けしないからね。今後何かあって泣きついてきても知らないよ。すると姉は鼻で笑いながら了承した。そんなもの必要ないわよ。後日、私は遺産放棄の書類にサインし、姉に渡した。そして姉からは私が言った条件について書いた念書にサインしてもらった。姉夫婦は遺産放棄の書類を受け取り、嬉しそうに笑っていた。これで遊んで暮らせるわね。いや、いいお父さんを持ったな。どうやら姉夫婦はすぐにでも実家と別荘が売れる気のようだ。私はそんなにうまくいくものか。と疑問だったが、そこにはあえて触れないことにした。急に渋られてまた話が振り出しに戻ってもめんどくさいからね。私は最後に家族で思い出を作った別荘に足を運んだ。見慣れた川に行き、久しぶりに釣りをする。子供の頃はうまく釣れなかったのに、今は簡単に釣れていく。昔は私と姉は子供ながらに父と釣った数が競っていた。そうか、父はわざと手を抜いて、勝負が接戦になるようにしてくれていたのか。父は本当に優しい人だったな。母も私たちを温かく見守ってくれていた。私はとても感慨深くなった。一人で簡易的なバーベキューもして、思い出を振り返った。もう思い残すことはない。私はその後、いつもの日常に戻った。そしてあっという間に時が過ぎていき、父の一周忌がやってきた。私は姉夫婦は来ないだろうと思っていたのだが、予想外にもやってきた。だが姉夫婦はものすごい険しい顔をしていて、私を見つけると慌てて駆け寄ってきた。ねえ、ちょっと。あんた私のこと着信拒否してたでしょ。いや、してないけど。じゃあどうして連絡がつかないのよ。ああ、私、スマホ変えて電話番号も変わったからね。まあ、あえて姉には新しい連絡先を教えなかったのだが。一体どうしたの？そうだ。あんた、別荘のこと知ってて遺産放棄したの。え？何が？しらばっくれないで。維持費や修繕費とか管理費高がかなりかかるし、併設している温泉だってなんか金取られてるし、何十万ってお金が飛んだのよ。いやでも別荘売るんじゃなかったの？それが全く売れないのよ。しかも実家の方も古すぎて全然売れないの。それなのに固定資産税が結構かかっちゃって大変なのよ。あら、それは大変ね。どうしてそんな人事なのよ。実の姉が、家族が困ってるのよ。お姉ちゃん、私との約束忘れたの？え。私はどんなことがあってもお姉ちゃんを助けないって言ったよね。念書まで書いてあるし。それは。そんなの無効だ。いいから俺たちを助けろ。理不尽に怒り出した姉の旦那さん。お言葉ですけど、旦那さんは社長なんですよね。じゃあお金には困ってないんじゃないんですか？私がそう言うと、旦那さんは急に黙った。倒産したのよ。借金だけがたくさん残ったの。それなのに使いもしない実家と別荘にお金をかけてられないわ。そっか。大変だね。でも私にはもう関係ないことだから。そんな、
ひどすぎる。この人でなし。人でなし。今までお母さんとお父さんを散々困らせた挙句、勝手に出て行って結婚して子供産んで自ら関わりを断って、遺産をもらう時だけ近づいてくるお姉ちゃんの方が人でなしだと思うけど。そしてずっとお母さんたちと関わってきた私に遺産放棄を命令してきたのはどこの誰よ。全部お姉ちゃんの自己責任でしょうが。お金がない時だけ都合よく助けてもらおうとしてそれを断られたら罵倒してくるなんてとんでもないクズじゃない。あなたが姉で私は本当に恥ずかしいわ。姉は私がここまでものすごい剣幕で怒ってくると思わなかったのか、言葉を失い口をパクパクさせていた。もう話は終わりよ。さっさと私の前から姿を消してちょうだい。二度とその顔を見せに来ないで。姉夫婦は何も言い返せずにその場から立ち去っていった。子供二人がいる状態で借金地獄は大変だろうが、今まで好き勝手やってきた罰が当たったのだろう。これを機に真面目に謙虚に生きてほしいものだ。一方、私についてだが、実は父は私のために大量のお金を残してくれていた。というのも、姉が家を飛び出してから、父は贈与税がかからないギリギリの金額で、毎年使用の口座を作ってお金を振り込んでいてくれていたようだ。そのため約1500万ほどが私のもとに渡った。このお金は将来必要な時に使うと決めて、大事に保管している。私はあくまで自分で社会人として自立した生活をしながら生きていく。最近は彼氏もできたので、恋愛も楽しみながら仕事もどんどん打ち込んでいこうと思う。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の物語はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録お願いいたします。では、次のお話でお会いしましょう。